皆さんこんにちは。アウトドアコミュニティピークストリームのアエルです。ピークストリームでは毎月キャンプ場を貸し切りにさせていただいてイベントを開催しています。今回は和歌山県紀美野町にあります古市オートキャンプ場を貸し切りにさせていただきました。イベントの中でいつも最初に話が盛り上がるところ、それはやっぱり皆様が使われているアウトドアアイテムですね。設営の時に珍しいアイテムを見かけると、それどこで買ったんですか、いくらぐらいだったんですかという話、必ず盛り上がりますね。今回の動画はそんなアイテム話で盛り上がっているシーンの動画になります。遮光性がすごいってことですね。フラッシュブラックって書いても、なんすかこれ。なんか入ってみたら、構造がよくわからんとどうなってる。めっちゃ暗い。これ入ってますけど。これ朝起きへんやつやな。そうですよ。何時かわからへん。めっちゃやつよ。ちょっと入ったら大丈夫。起きたら朝10時とかなんで。子供たちが元気よく騒いでるから朝かなって感じですよ。やばいですよこれ。あそこに赤いレバーが、がついてて、あれをキュッと引っ張ると、こううまいこと、暗くて取れないでしょ。これにこのベッドピョンと突っ込んでもう今日は寝るだけ。あれが気になるの、あれなのか、消火器。子供がいるもんですから。それより花火やった時に。カエルに聞いたの。カエルの方が存在感あるよ。いや、レゴもなんかもういちいち可愛いから。ほんまや。この全室が広くていいですね。これテントは重要だと思います。今まで、そう、ほんまに必要ですよね。このタイプの全室がないのを持ってます。だけど雨の日に靴やられたり荷物が濡れちゃったりで、ちょっと全室ある。これがあるだけで全然。これケシュアってあるんですか、いろんな色とかあるんですか、他にも。日本のサイトではあんまり出てないですね。ああ、そうなんです、はい、国内ではちょっと買いにくい感じですね。まあ、こういうラインは買えますけど、ラッシュこれのもう一つ2人用っていうのも、これ3人用なんですけど、2人用も持ってるんですよ。あ、これ3人用、もうちょっとちっちゃい、ちっちゃいけども十分広いですね。これめっちゃ広いっすよ。僕は兵所恐怖症なんであんまりしてないな。これ周りには真っ暗にしてますよ。閉じ込めてますよ。それちょっとおかしいくらいのは大丈夫です。こうやって触った時に近くにもう出られないような。多分わー、見えないんですか。やばいなこれ。割と安くていいのを揃えてます。いやー、ええこれすごい。ただね、これの欠点は冬場は通気性が良すぎて、寒いのと、風に弱いから、風には耐えられる構造なんですが、揺れて寝らんないってやつ。あんまり害を取るとこないんですね。ありますけど、面倒くさいから取らないんですけど、試したことないですけどね。まあ、構造的に仕方ないですね、こういうのは。夏場で使うテントって感じですかね。そうです。夏、冬。子供の中でボールいっぱいあるところで遊ぶやつみたいな、ね。ボールプール。分かりました、分かりました。やっぱり一番のメリットは、涼しいことですよ。2機ぐらい。これ、あ、これか。それもポップアップですよ、アルパイン。ポットの上に乗せてる。アルパイン。そうです、アルパインです。これいいな。アルパインっていうことは僕にも買えるってことですね。こんなん、これ高いんですか、これ。いや、安いです。いいっすね。これテントですよ。テントってシェルターですね。全員圧の。タープはタープじゃないですか。タープはタープです。タープはタープ。別で売ってますね。これどうなんですか。設営楽なんですか。楽ですよ。こんなのあるの。これは画期的と思う。ね。なんかね。ですよね。この四角、なんか僕宣伝するわけじゃないですか。このあれを引っ張ることによってね、エクステンションポールで。この普通だったらワンポールとか四角じゃないですか、はい、この部分が生きてくるっていう、なんかそういう宣伝みたいな。あ、それも広くなるってことですね。そうです。で寝るときは閉めれんですね、ビューって。閉めるすごい。あれのおかげでし、これすごいな。寝室ができてるの。こもれるんですね、これボーンって言って。考えた人がすごい。なんか広いし。なんかね、これ考えた人って、なんか全員やつ、小杉さん、ね、社長なんですけどね。サバティカルのなんかデザインもしてるみたいですよ。あ、でもおしゃれですよね、キャンプで自動で見たら。まあでもそんなこと言っても手に入らないでしょ。なかなか手に入らないですよ。抽選ですか。
抽選で、これ雑抽選で買ってね、うんうんうん、もうサバティカのギリアも僕持ってるんですけど、それはもう買いました、あのメルカリで。へー、好きなんですね。あ、いくらぐらい？あれで7000円ちょっとですよね。8000円までですね。6000円ちょい。70円か。そうですね。7000円で落ちてくる。そうですね。でもやっぱり自分の使ってるそのピーノに比べるといいっすね。キャンパーの憧れやねんか、このヘリノックスって。へー、ねえ、みんなね、うん、言うやないですか、いっすヘリノックス、ヘリノックス。いいっすね、買います。雨厳しいっすね。で、これもケイさん持ってきたんですか。いや、でもそれはこれ僕のです。スターですか。どうぞ。でもそんなに変わらない、いや変わらないと思います、チェアは。だから耐久性とかの問題でしょ、結局違いは、うん、多分もう座り心地とかに一緒やと思う、うん、高さも一緒。でもしっかりした感じ、まあそれは見てるからかもしれないけど、うん、あとこのガタつきなんですね。しっかりした感じは、うん、でもね、ヘリノックスもガタつきすごいですよ。あ、そうなんや、うん、あるんですけど、食いつきはやっぱりいいかも、うん、知れないですね。これティッシュある、うん、あるんですよね。うわー、何これ、すごい展示会になってるかも。めっちゃ遅いですよね、それ。全然いいじゃない。これ全然いいよ。これなんすか、これ。これ普通のコストコのやつ。コストコでこれなんですか。これにイケアのね、このこれ、ね、コストコにイケア、めっちゃすごいです。ああ、わからんです。これにイケアのこのなんかチェーンクラのやつをかけて、目つぶってたら間違いなくわかんない。ソロキャンの時はね、じーっと見てるからだけど、喋ってるから忘れるかもしれないですね。チャイルなってきたなーなんだけど。でも20分ぐらいでできるんですか。これね、5分、6分蒸してね、あ、いぶしてね、うん、で火消して、うん、10分待つんですよ、うん、ならもうできてます。ソーセージやったらもうちょっと早いですね、5分ぐらいですね。チップはどこ入れるんですか。チップ、この皿の下にチップ入れるとこあるんですよ。うーん、アウトドアアイテム、キャンプアイテムはやっぱり話が盛り上がりますね。僕も話に夢中で、実はあまりカメラに収められていませんでした。来月のキャンプ、またいっぱいキャンプアイテムの話で盛り上がると思います。これからはシリーズ化して、どんどんアイテムのお話伺っていこうと思っています。今回のキャンプアイテムの動画は以上になります。今月のキャンプイベントの動画は、間もなくもう一本上げることができるかと思います。ピークストリームはこんな風にみんなで楽しくキャンプイベントをしながら、皆様のお役に立てる情報をどんどん配信してまいります。チャンネル登録、いいねボタン、どうぞよろしくお願いいたします。アウトドアコミュニティ、ピークストリーム、アエルでした。